はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1時ですね、6月の9日木曜日でございまして、早いわ。5番空いてますね。5番見てみましょう。プラス55円動きません。ドル円は 133.924、 若干和らぎましたかね、若干ね。はい、原油は122ですね。飽きませんね。ビットコイン400万回復します。まあこれはね、あんまり円は、おお、すごいやん。ウォン、ウォンすごいよ。1255まで戻しましたね。すごいやん、急激に戻しました。頑張ってますね、きっとね。さて、関係ないんですけども、ザクザクですね。これは今日の11時21分といいますか、1時間半ぐらい前ですね。プーチン大統領が逃げた。ロシア国民が生直撃する恒例イベント延期の異常、いや異例事態、ウクライナ侵攻停滞、体調不良の憶測もという記事でございまして、読んでいきましょう。全部は読めないと思いますけども、プーチンと国民の直接対話は毎年6月に実施されている。クレムリンは当初今月15日から18日の間に行うとしていたが、大統領府のペスコフ報道官は直接対話は今月は開催できないと発表した。後日開催するとしたが、時期は明らかにしなかった。このイベントは約4時間にわたりプーチン氏が国民からの質問や意見に答えることで知られる。まあ、パフォーマンスなんですよ。プーチンさんが国民の意見を聞いて、それはこうしなあかん、ああしなあかんとパッパッと決めていくんですね。そう、この後書いてあります。ロシアの社会、いや、すみません、ロシアの経済社会状況が悪いのはあくまで中間の官僚の責任であり、自身が民衆の不満に寄り添っているという姿勢を見せるプーチン流民主主義の政治ショーだと指摘するのは、ロシア政治に詳しい筑波大名誉教授の中村逸郎氏って、毎日ご登場でございます。この人忙しいやろな。電話鳴りやまんのちゃうやろか。名誉教授というからにはね、筑波大って国立なんですね。国立大学の名誉教授って65歳を過ぎた方なんですよ。が名誉教授になるんです。誰彼もなれるわけちゃいますよ。教授としての実績を残した方が名誉教授になります。で、この人は今、筑波が学院大というところの教授でもありますね。イベントの数週間前からクレムリンにコールセンターのようなものが立ち上がり、インターネットなどを介して市民が動画などで要望を届ける。選ばれた意見の中からプーチン氏だけがテキパキと問題を処理できる姿をテレビでアピールする狙いだ。水害被災地を中継して世帯への給付金支援を決めたり、工場で給料未払いの訴えがあると工場支配人の刑事訴追を即断するなど例があったと解説する。これ中村先生の。いや、パッパッパッと処理してるところを国民に見せてね、プーチンすごいやんやるやんというふうに思わせる。まあ、本来ロシア政府というのは行政が機能していませんので、それのまああれですね、不満の吐け口ですね、ガス抜きということでしょうかね。延期理由として考えられるのはやはりウクライナ侵攻だ。2月24日に特別軍事作戦と称して侵攻を開始し、5月9日の戦勝記念日までに勝利を収めるシナリオは崩れた。兵士の犠牲も日に日に増え、将官の戦死も相次いでいる。欧米からの厳しい経済制裁で国内経済も困難に直面している。表向きはプーチン氏の支持率は高いが、国民の不満がくすぶっている可能性がある。プーチンの支持率8割とか言われてますけど、その世論調査もね、そのなんて言いますかね、操作されているのとですね、支持するっていうところに人が見てる前に丸つけなあかんんですよ。そういう調査なんですね。
なんで支持してないという丸つけたらその調査票はふっとこう弾かれたりするわけですね。そういう世論調査で8割です。覆面の世論調査で2割という数字も出ています。つまりそんなに高くないんですよ、プーチンの支持率っていうのは。兵士の犠牲も日に日に増え、ああそうですね、欧米か、次すみません次行きましょう。もう一つは体調面の問題だ。クレムリンは重ねて否定するが、西側の情報当局などからは進行型のがんや血液のがん、パーキンソン病などの重病説が飛び交っている。前室の中村氏はウクライナ侵攻に反対する不満の声に対応しきれないことや、4時間近く続くイベントなので体調上体力が持たないなどの理由が考えられる。プーチン氏を支える基盤であっただけに政権の正当性が揺らぎかねないとの見方を示した。プーチン氏が毎年4月に実施するロシア連邦議会での演説も今年は行われていない。やはり異変が生じていたのか。全然関係ないですけど、私この18日やったかな、来週、え、もう迫ってるやんって早稲田大学エクステンションセンター 八丁堀校でですね、4校5校6校ぶっ続けの 三連ちゃんという講義をします。午後1時に始まって終わるのは5時と4時間ですね。4時間ですけども、実質はさ、え、ちゃうちゃうちゃう、え、6時か4時間半やるんです。確か1時間半かける3をやるんです。結構体力いりますよもちろん座ってやりますけどね立ってられへんわ、そこまでは。足も痛いしほんまにあれね、やるのはね、こう講義をするのはそうでもないんですけども、準備が大変なんですよ。レジュメ作らなあかんわ、ほんま。ああ思い出してしまった、来週やん確か来週やんな。おお、いやよ、いや、いやちゃう、いやちゃうんですよ。いや来週やわ、18日やわ、今日9日やん。あかんわ、そろそろレジュメ作らなあ。来週はあれですね、その金曜日予定も入ってるやんって。まあ要ははい、まあ、嫌なこと思い出した嫌なことでもないんですけどそうですね。前室の中村氏は あちゃうわこれ読んだかな。前室の中村氏はウクライナ侵攻に反対する不満の声に対応しきれないことや、4時間近く呼び出したこれね、プーチン氏が毎年4月に実施するロシア連邦議会での演説も今年は行われていない、やはり異変が生じているのか。これも読みましたね、すいません。最後の5行4行ですね、ほぼ4行。ロシアのプーチン大統領が国民と直接対話する恒例のイベントを延期するとクレムリン大統領府が発表した。20年近く行われテレビ放送もされる重要行事が延期されるのは初めてという異例の事態だ。異例やで、異例。ウクライナ侵攻をめぐり国民からの追及を恐れて逃げたのか、体調面の不安があるのか、さまざまな憶測を呼んでいるということで、全部読みましたので貼りません。確認をされたい方は探してください。ザクザクでございまして、プーチン大統領が逃げた、ロシア国民が生直撃する恒例イベント延期の異例事態、ウクライナ侵攻停滞、体調不良の憶測もという記事でございます。プーチンさんの体調については諸説ございますね。最初はパーキンソン病説が出てまして、最近はがんですね。ちょっと前は白血病、血液のがんと言われました。白血病は私よく知りませんけど治るんですね、 今は。で、全身にがんが回ってるという説もあるんですけど、まあまあどうでしょうね。ここ最近動画が上がりませんね、プーチンさんの。まあ何かが進行しているんでしょう。圧倒的に健康とは思えない。今年70歳ですか。まあそのまだそんなに老け込む年でもないんですけども、まああれですね、何かがあるんでしょうね。で、
この4時間のイベントってね、これよく知られてるんですけど、まあまあ、国民の前でええ格好するという、それは公正、あせとかって、即断即決を決めていくというシナリオはあるんですけどね、まあまあまあ、まやかしですよ、それも今はできないという状態になっているという記事でございます。まあ近々何かこのプーチンさんの体調の変化からですね、大きな動きがあるのかもしれないという気がいたしますね。何かが起こっていると何も言えませんけどね。よう知りませんから、何も言えないけども何かが僕らは期待しますよね。張りませんので探してください。プーチン大統領が逃げた、ロシア国民が生直撃する恒例イベント延期の異常事態、ウクライナ侵攻停滞、体調不良の憶測もというザクザクの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。